それでは聖書を開きましょう。聖書は呼ぶ記の29章ですね。旧約聖書ヨブ記29章、私が奇数説を言いますので、皆さん偶数説をお読みください。旧約聖書ヨブ記29章1節。ヨブはさらに言い分を続けた。ああ、できることなら、昔の月日のようであったらよいの。神が私を守ってくださった日々のようであったらよいのに。あの時神は灯火を私の頭上に照らし、神の光によって私は闇の中を歩いた。私がまだ少年であった頃、私の天幕の中には神との親しい交わりがあった。全能者がまだ私と共におられた時、私の子供たちが周りにいた。あの時私の足は魚乳に浸され、岩は私に油の流れを豊かに注ぎ出してくれた。私は町の門に出て行き、広場に自分の座る場所を設けた。すると若者たちは私を見て身を引き、年老いた者も起きてまっすぐに立った。市長たちは話すのを控え、手を口に当てた。君主たちの声も潜まり、その舌は岩顎についた。私のことを聞いた耳は私を称賛し、私を見た目は私の証人となった。それが私が叫び求める苦しむ人を、身寄りのないみなしごを助け出したからだ。死にかかっている者からの祝福が私に届き、ヤマメの心を私は喜ばせた。私は義をまとい、義は私を覆った。私の公平さは上着であり、かぶり物であった。私は目の見えない人の目となり、足のなえた人の足となった。私は貧しい人の父となり、見知らぬ人の訴訟を取り上げ調べてあげた。また不正を働く者の牙を砕き、その歯の間から獲物を奪い返した。そこで私はこう思った。私は自分の巣とともに生き絶えるが、自分の日数を砂のように減らす。私の根は水に向かって伸び広がり、夜露が私の枝に宿る。私の栄光は私と共に新しくなり、私の弓は私の手によって次々と矢を放つと。人々は期待して私の言うことに聞き入り、私の助言に黙って従った。私が語った後には誰も言い返さず、私の言葉は彼らの上に降り注いだ。彼らは雨を待つように私を待ち、後の雨を待つように口を大きく開けて待った。彼らが彼らに微笑みかけると、彼らはそのことを信じることができなかった。彼らが私の顔の光を陰らせることはなかった。私は彼らの行くべき道を選んでやり、主張のように座についた。また軍勢と共にある王のように住み、嘆き悲しむ人を慰める者のようであった。まあ、この呼ぶ記29章はですね、この呼ぶがですね、まあ、幸福の頂点にあった時期を、まあ、解雇するというね、まあ、そういうこの幸せな日々を振り返るという、まあ、そういう、まあ、章であります。で、続く、まあ、30章はですね、この、まあ、現実のですね、苦しい状況に対する嘆きという、まあ、コントラストがですね、29章、30章という、まあ、展開になっているわけですね。まあ、そういう意味で、まあ、非常に、まあ、興味深い、章であるということが、言えると思います。一節、まあ、二節を見ていきますとですね、二節、ああ、できることなら、昔の月日のようであったらよいの。
神が私を守ってくださった日々のようであったら良いのにですね、この昔のですね、この災難や病に降りかかる以前の、まあ、ヨブの、まあ、幸せな日々ですね、これを、まあ、振り返っているわけですね。で、まあ、ヨブ記から、まあ、おっしゃることですけども、本当に、まあ、まあ、人生というのはですね、まあ、ポル・トゥルニエが言うように、まあ、春夏秋冬というかね、まあ、四季のような季節の変化があるように思うんですね。本当に、まあ、春のつぼみのような、この初々しい希望に満ちたですね、可能性に満ちた思春期までの時期、そしてこの夏というか、まあ、成人してからこの引退する時期までのですね、バリバリこう成果を求めて働く夏のような時期ね、そしてまあこの引退してですね、そしていろんなこう生涯を振り返り整理するその収穫の秋のような時期ね、そしてまた召されるこの時期をですね待ち望みつつ過ごすこの冬の時期というね、そういうまあ春夏秋冬という、そういうまあ感じがするわけですね。まあそういう中でこのまあ季節の変わり目というのはね、まあ健康を害しやすいし、このまあカルチャーショックといいますか、なかなかその変化をね、受け入れがたく、まあ人によったらこう窓際になるとこのうつ病的になったりね、いろいろまあ精神的にまあ身体的にまあ大変なまあ時期を迎えるわけですけども、まあ、トゥルニエがまあよく語ることはまあその時期を見分けてですね、そしてまあそれを受け入れて生きるということがものすごくまあ大事だというね、まあそういうことをまあ変えていてですね、まあ、私も随分まあ参考になっているというかね、まあ自分の人生を重ね合わせながらこの29章をまあ読んでいきたいなと思うんですけども、まあ自分にとって本当にまあ昔の月日でのようであったら良いのにというね、まあそういうこの、あの時は神は灯火を私の頭上に照らし、ね、そういうこの、どう言いますか、素晴らしい人生のまあ最高潮の時期って言ったらいつだっただろうなということをね、私たち振り返ることができると思うんですけども、まあ私もまあこうパッと振り返ってですね、まあまあ結婚式の時いうのはね、まあ、絶頂期だったかなというね、まあ、警備屋に助手をしておりまして、そして、本当に、まあ、全国からというか、警備屋の、まあ、教師関係や宣教師の人や、ね、たくさん集まって、くださってですね、親戚の人もね、そしてこの、ものすごく華やかで、ね、まあ、自分の、まあ、その力からして、まあ、ふさわしくないほどですね、祝福を与えられて、いや、ここが最高だろうなと、ここからどこまで転落していくかなというね、そういう、まあ、不安さえですね、絶壁の上に立っているかのような、まあ、不安を、まあ、感じた、時でもあったわけですけども。まあ、あの時にですね、まあ、まあ、大村さんが、まあ、祝辞をくださってね、まあ、まあ、七難八苦を与えたもねという、まあ、素晴らしい言葉を与えてくださってね、まあまあ、いろいろ教えられるわけですけどね。で、スンベル先生も、まあ、よく言われたことは、人生というのはですね、まあ、クリスチャンの成長とは、階段を登っていくような成長じゃないんだと。ね。地下室へ階段を降りていく成長なんだというね、言われたことですね。まあ、この二つをですね、まあ、今深くこう噛み締めているというかね、教えられるというか。まあ、本当にこう、私たちはまあ、祝福から祝福へね、人生が展開すれば、ものすごくいいなと思うんですけども、しかし、人生のまあ、現実としてですね、やはりこの、
階段を降りていくような側面があるというね、七難八苦を通っていくような側面がね、まあ呼ぶ記を見ていても、まあ本当にですね、私がいつも呼ぶ記見て思うのはですね、いや刀匠とまあ刀の関係というかね、やはり、そういう七難八苦がなければですね、この火やこのハンマーで叩くですね、そういうハンマーがなければですね、この鉄の塊が刀になることはないわけですよね。やはりそういうこの苦難というものがあって初めてこの名刀が作られていくというね、まあ、聖書を見ると人生の意味は私たちがですね、そういうまあ苦難を経てですね、このいろんなこう名刀に仕上がっていくというね、ことがまあ人生のまあ私は目的じゃないかなということをね、この呼ぶ記からも教えるわけですね。でこの第 2番目にですね、7節から13節を見ていきますとですね、私は町の門に出て行き、ね、広場に自分の座る場所を設けたとね、まあ、ここを読みながらですね、こうあそういう時もあったなというね、私が教律を終えてですね、JC にまた戻ってきた時に、牧師会に出た時にね、あ何かもう事務的なことばっかりの話だったのでね、もっと研修とかそういう要素をですね、半分ぐらい持たれたらどうですかとか言うたらですね、ある先生がそんな勉強なんか嫌やというね、先生まあまあ KBA にはちゃんと別に院長がおるんやからそこでやったらいいんやってね、アグロ先生黙っててくださいみたいなね、そんなことをポンポン言われてですね、あなかなかこう難しいなと思ったんですけども、まあその後私まあちょっとね、あの命の言葉社からキリスト教神学の翻訳を頼まれて、まあ翻訳したらですね、みんなの目の色がパッと変わってね、そして何かこう私からいろいろ学びたいという雰囲気が出てきたんですね。まあ、7節から13節においてはですね、このイスラエルの社会の様子が出ていますね。私は町の門に出て行き、広場に自分の座る場所を設けたとね、ヨブが町の門のですね、広場にね、この座ったとね、そしたらこの周りの人たちがね、若者たちは私を見て身を引きね、年老いた年配の人もですね、立ち上がってですね、まっすぐにね、姿勢を正したというんですね。市長たち、君主たちですね、口をですね、手に当てた。ね。そして、この、ヨブが語ることを聞いた耳は、ヨブを称賛し、ね、この、褒めたたえたというんですね。このイスラエルのですね、町ではですね、この、城壁都市でですね、その門のところに大体この広場があり、この、まあ、商売の取引がなされていた。そしてまたそこがですね、まあ、集会の場所であり、この法廷のようなですね、この議論もなされて、審判や判断もなされたという、まあ、そういうところであったわけですね。まあ、そこで、まあ、ヨブは非常に、まあ、注目されて、ね、いた。ね。それはまあ、ヨブが単にですね、非常にこの、知識が豊富というだけじゃなしにですね、苦しむ人を、また身寄りのない人を助け出したと。ね。そして死にかかっている者たち、やもめの心をですね、喜ばせたと。ね。そういうこの、ヨブがですね、弱者に対してね、非常にまあ、寛容な、優しいこの、裕福な人間であった、ということですね。14節からですね、20節を見ていきますと、私は義をまとい、義は私を覆ったと。ね。私の公正さは上着であり、被り物であった。ね。まあ、この止める人、またこの権力のある人でもですね、非常にこの、その、パワハラといいますか、この不公正をですね、胸としてですね、この人から奪い取ることをね、略奪することを胸とする、そういう人もあるわけですけども、しかし、ヨブはですね、義をまとい、義は私を覆ったとね、非常に公正な人であった。ね。だから、この、一般の社会としてですね、この止める者、権力のある者がですね、この不正を働いたり、ね、17節、牙をね、剥き出したり、
そしてこの弱者を獲物のようにね、食い尽くしたりというね、そういうまあ社会の要素があるわけですけども、そういう社会の中でですね、ヨブは15節16節、目の見えない人の目となった、足のない人の足となった、ね、貧しい人の父となった、見知らぬ人の差しを取り上げてね、そしてこの、どう言いますか、調査し、ね、そしてこの探求し、そしてこの調べ上げてね、そして正しいこの公正な判断をね、下し、この不正を働く者たちのね、この食い尽くす牙からですね、弱者をですね、この命を救い出したと、ね、このようにまあ生きていたということですね。で、まあそういうまあ姿を見るときにね、まあ使徒行伝の中に、パウロがですね、ペソの人たちに対してね、あなた方の間にですね、この狼がね、入ってくることを私は知っていると。ね、食い荒らすことになるだろうと。ね、その時そうされないようにね、御言葉に立ってね、この、立ち向かいなさいと。群れを守りなさいと。ね、このように言っていますけども、まあ、本当にまあ私もですね、この、まあ、その牧師会の中で、いろんなまあ、戦い、ね、受け入れの問題や、セカンドチャンスの例の戦い、その他、ディスペンセーション主義、キリスト教シオニズムとかですね、最近ではコペネマの問題を扱っていますけどもね、本当にまあ、そういうこの、間違った教えの牙を砕きね、そしてこの、その中に、群れがですね、荒らされないように、ね、魂が失われないようにね、そういうまあ戦いをまあ、続けたというね、そういうまあ、恵みに預かったような、気がするんですね。まあそういう中で、本当にですね、神様はね、祝福してくださったなと思いました。で、21節からまあ終わりまでですね、人々は期待して私の言うことを聞き入り、私の助言に黙って従ったとね、まあ本当にまあ、そんなに専門的にですね、まあ神学やってる人はほとんどいないということもあってですね、本当にまあみんな一生懸命聞いてくれて、学んでくれてね、言い返す、まあ質疑はありましたけども、言い返す人もなくですね、よく学んでいただいたと思います。まあしかしまあなかなかですね、その、一部のまあ変化はありましたけども、全体の変化というのはね、なかなか時間がかかるし、特にまあ、いくつかのまあ、ディスペンセーション主義問題とか、生産論問題とかね、予言問題とかね、そういうことに関しては意見の違う人たちがね、結構ありましてですね、こう、いろいろとですね、摩擦も起こるようになった、ね、いうような気がいたします。ね。まあ、しかしまあ、私がまあ、まあ、この歌詞を読んで、まあ、教えられることはね、この、昔の月日のようであったらよいの。ね。そのような感じですね。本当に幸せな日々を保持するためにですね。まあ、沈黙していたらよかったのかなという人もあるわけですけども。そういうまあ、波風立てることはね、妥協して、沈黙して、ね。そして仲良くしたらですね、このまあ、繁栄がいつまでも続くし、まあ、祝福の立場もですね、保持できるんですよというね。そういう、まあ、風向きがずっとあったわけですけどね。でも、まあ、やはり、そこでですね、この、まあ、角を立てるというか、あるいはそういう、この、仲の良い交わりの中に火を投げ込むというね、そういう、まあ、技術というかね、そういうようなものが、まあ、預言者的な使命を持つ者には、まあ、求められるというかね、イエス様もまあ、奉仕の初期はですね、ものすごく人気を集めてですね、素晴らしい言葉と奇跡があってですね、人々が群がっておりました。しかしまあ、後半ですね、はですね、逆にですね、人々はですね、まあ、十字架につけようという叫んでね、そしてこのまあ、追い詰めるというね、そういうこのまあ、不人気なまあ、時代、時期というかね、いうのが最後に到来しますけども、やはりこの、私たちがですね、神様の御言葉を預かってね、その中に生きるということはね、そういう、まあ、要素があるんじゃないかなというか、まあ、牧師会や、まあ、神学校でもそうですし、まあ、自治会なんかでもですね、まあ、そういう、まあ、要素があるのかなというか、
まあ、仲良く和をもって尊しとなすという感じで、進むとですね、やはりそこに絶えず、まあ、妥協の誘惑があるというね、感じがします。しかし、まあ、そのただ中でですね、私たちはこの、まあ、真理に立ってね、生きるという、まあ、証をするというね、23節、彼らは雨を待つように私を待ち、後の雨を待つように口を大きく開けて待ったとね。まあ、中東の、まあ、イスラエルではですね、秋の雨というのがありましてね、前の雨ですよね。これは大地を柔らかくするね、種まきのための雨と言われるんですね。そしてこの春の雨というのがね、降りましてね、これは作物を、まあ、成熟させる雨というね、そういう雨が降ります。まあ、そういう形ですね、本当に、まあ、私たちはそういう雨を降らすようにこの召されているんだと。ね、でそのことによって私たちは時としてね、この七七八九に出会い、またこのさらに地下室をね、下っていく、そういう、まあ、道筋を、まあ、辿るかもわからないんですけどね。しかし25節、ね、私は彼らの行くべき道を選んでやりと、ね、私たちは、そういう、この、称賛の時期も、またこの、批判合唱のですね、時期もですね、行くべき道を照らし、ね、そして、軍勢と共にある王のように住み、ね、私たちは、群衆の王とね、ように、ね、まあ、生きることを求められている。ね、ヨブが、ちょうど、まあ、その、シャールというですね、この、ムーン、ね、のところでですね、自分の座るところを設けて、そしてそこで語ったように、ね、私たちは、どんな時にも、ね、この順風満帆な時にも、あるいは、避難合唱のただ中にあってもね、群衆の王のようにね、私たちはこの、そこにですね、住み、ね、そして、この、まあ、卵なしに語るにはなしにですね、嘆き悲しむ人を慰めるもののように、まあ、語るというかね、そういうことによって、まあ、耳のある人はそれを心に留めて、それで、まあ、歩んでくれるし、またこの心固くなな人たちはですね、まあその時期にはまあ反発を示すというね、そういうまあ両面がありますけどね、しかし私たちはまあ群衆の王のようにね、生きるべきであるし、私たちはこの火やですねハンマーを恐れてね、そしてこの鉄の塊で終わるんじゃなしにね、やはり名刀にね神様が仕上げていてくださるこのただ中にね、身を捧げて、生きる、ね、地下室をさらにさらにこの深く下っていく、ね、いうことをね、私たちはその歩むべき道としてね、求めるべきじゃないかなというね、ことを、まあ、ここからも教えるんですね。そのことを心に留めて、時を待ちましょう。生産者。はい。